かの地は4000年の歴史を持つことにしてアシュリアーナ最大の都市である。そこは万物すべてに宿るとされる聖なる力が高密高能に存在する地上最高の知性を有している。アシュリアーナの要にして神聖なる大地を守護する栄誉ある都市ゆえに、人々はかの土地を尊崇と畏敬の念を持って聖都ジュリアネスと呼んだ。たちいませんね。やっぱり途中で追い越しちゃったんじゃ。もうとっくについてるはずなのに。もしかしてあれってエレンよ。エレネ、よしなって。てめえが力とあのライラルルルルルルカイラルルカカイラルルカカイラルルカ100万回言ってあげようか。早口言葉。力とあの家族、力とあ流行顔殺法の使い手カイラルルカ視点の一人よ。そんなすごい人が早口言葉。あ、カイラさんごめんなさい。エレネを許してやって。ガウ、おめえは黙ってな。謝んのはてめえの方だ。ネタは上がってんだよ。てめえがあたいの悪口を言いふらしてるってな。いよいよ視点三周の儀が始まりますね。はい、それが何か。いえ、視点三周の儀がある日はいつも胸騒ぎがするのです。何か騒動が起きるのではないかと。失礼ながらそのような前例はございません。ご心配なきよう。近頃は聖国撲滅論などという不穏な言葉も耳にいたします。このフォルスティース一人ではご心配でしょうが、それがしもおりますゆえ。父上。アホですからね。父上、言いがかりだって言ってるでしょ。じゃあかしダメだってば。あんたも支店の一人なら、支店滅殺の掟を破ったらどうなるか分かってるんでしょ。分かってくれたようね。でも噂は本当だったみたいね。59代目セバールは脳みそ筋肉女だって噂よ。勘違いしないでよ。私が言ったんじゃないんだから。噂よ噂。なんでおめえらがこんなとこにいるんだ。ちょっと目を離すとすぐこれなんだから。妙だ。あのお方を追ってきてみれば、私一人がジュリアネスについてしまったではないか。一体どこで手違いか。え、なんで僕たち入れないんですか。私たちはダメで、ポーリさんは大丈夫なんです。
ですか？私はここ地元だし、ちょっとコネがあるからちょうどいいじゃないの。キュオン、え？ガウと二人っきりでジュリアネス見物ができるじゃない。二人っきり？行こう。予行練習しなくちゃね。何の？式典のよ。ビシッと行くわよ、ビシッと。我はジュリアネス王ヴァン・アシュバールなり。これより四天三州の儀を執り行う。だせー。四天のうち王とフェルシアよりギアンティース殿前へ。聖都ジュリアネスの名において貴公に問う。四天滅殺の習わい、その身にかけて誓うや否や。我誓う者なり、すべからくフェルシアを背負いて。アシュリアーナの名のもとに貴公の言実意と心得た。四天のうち王と騎士らなより西王殿前へ。聖都ジュリアネスの名において貴公に問う。四天滅殺の習わい、その身にかけて誓うや否や。我誓う者なり、すべからく騎手らなを背負いて。アシリアーナの名のもとに貴公の言実意と心得た。あ、前見て前。あったよ、あったよ。あ、なんかジュリアネスってすごいとこだね。まるで天上界みたいだね。うん。え、どうしたの？だって迷子になっちゃうと困るもん。え？こんなとこにいるんですか？お一人で観光ですか？どうしたんですねえ、ローさん。どうしちゃったのかな？固まっちゃってるね。ローさん、どうしたんですか？ローさん、具合でも悪いんですか？